はい、どうも、スケシンです。今日なんですけど、Apple Watch シリーズ5を1ヶ月使ってみたので、そのレビューをしてみようかなというふうに思います。いつもファッションだったりガジェットだったり機材の紹介をしているスケシンです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、この Apple Watch ですね。だいたい使って1ヶ月ぐらいが過ぎました。まあ前回ですね、10日間使ってみたレビューっていうのをやったんですが、まあそこと若干重複してしまう部分はありますが、そのあたりはご了承いただけるとすごく嬉しいです。アプローチ使ってみて1ヶ月、本当に率直な感想としてはですね、結構手放せないものになってきたかなと個人的に思います。まあどんなところが手放せないかっていう話なんですけど、まずですね、アプローチ買ってから2回ぐらいですね、実は東京に行ってます。まあ仕事っていう感じで行ってて、まあ今週末も実は行くんですけど、あの東京ものすごく便利ですね。っていうのも、まあ僕は北海道にいる時に基本車に乗ってるんですけど、東京に行くと基本的には電車で移動することがほとんどなので、まあ Apple Pay でまあこうモバイルスイカですね、使って電車に乗るんですけど、その際にやっぱりこう携帯をですね、いちいちこう出してピッてやるよりも、ここでもう済んでしまうっていうのが一番のメリットかなと思います。なので東京行くとやっぱりいろんな電車とかに乗り換えとかもすごく多くなっちゃうと思うので、そのあたりでやっぱりこう東京に行った時はものすごく便利なものだなっていうふうに思いますし、電池なくなったらどうしようかなっていうのが結構僕の中であって、そこを逆に気にするぐらいこう Apple Watch は東京に行ったりこう電車を使うっていうところだとすごく便利なものなのかなとすごく感じましたね。まああとはですね、以前紹介していたオートスリープですね、自分が寝てからまあどれぐらい深い睡眠かみたいな自分の睡眠とかを調べてたんですが、結局やらなくなりました。まあ全然見なくなりました。まあ正直その目新しい機能で最初はワクワクするんですけど、正直使わなくなってしまったっていうのが実情で、ただ寝るときには基本つけています。でなんでつけているかっていうと、自分の睡眠を調べるっていうよりも目覚まし時計ですね。目覚まし時計のやっぱり機能がこう便利すぎて、結構寝るときには手放せなくなってます。あの僕、まあその前回も話したと思うんですけど、朝がものすごく苦手でですね、こうすごくうるさい警報器と同じぐらいの音が出る目覚まし使ってたんですよね。それがないと起きれないぐらいちょっと不安で、出張とかにも持ってってたんですけど、あの本当に iPhone の音とかじゃ全然起きれないっていうのが結構あって、それがこのアプローチだと、まあバイブレーションで振動してくれるんですよね。音は鳴らないんですけど振動してくれるっていうところで、それだと本当にこう全然不快な目覚めをしないというか、音がうるさくて起きるっていうよりも鳴ってるからこう起きようっていう感じになるので、寝てる時は常にアプローチをつけて寝てるっていうのがずっと続いてますね。それぐらいこう、まあオートスリープとかその自分の睡眠の質とかを見るのももちろん楽しかったんですけど、まあ1ヶ月経ってみるとそれはほぼ使わず、目覚まし時計としてかなり機能してくれてるかなと思います。なので東京出張行った時とかはあの本当に手放せないものになってきてます。あとはですね、まあ前回も話した通り、まあ紙幣を使わない、現金を使わない決済が優遇されてきて、まあ PayPay とか楽天 Pay とか LINEPay とかがかなり注目されてると思うんですが、個人的にですね、Apple Watch の ID の決済でほとんど決済をするようになりました。まあ携帯でもちろんその楽天ペイとか、楽天ペイ開くのももちろんいいんですけど、結構めんどくさいんですよね。こう何回もこうタップをして、まあ5回ぐらい多分タップすることになると思うんですけど、それが結構めんどくさくて、まあ ID だとここを2回押しすることで自分のよく使っているクレジットカード、 Apple Pay の使っているクレジットカードが出てくるので、そのあたりもコンビニに行ってここ2回押すだけでピッっていう風に決済することができるので、すごくこうそのあたり煩わしくないというか、何も考えることなくできるので、そのあたりいいのかなと思います。楽天ペイとかあのポイントカードで決済するとかにチェックが入ってたりとか、あとはペイペイとかだとそもそも銀行口座と連携してなくて残金が足らなくてみたいな、そのあたりの煩わしさが正直あるんですけど、でもその優遇はもちろん受けたいっていうところで、僕は結構 ID を使ってしまってますね。あとはですね、まあこれ見てわかる通り、バンドがナイキの元々ついていたものに変わってます。購入した時にですね、まあこれも紹介しましたが、あの G-SHOCK 化するっていう感じで、まあこれが防水ケースについてきたベルトなんですよね。それをこう改造して Apple Watch につけれるようにしてたんですが、
これ見てわかりますかね。これちょっと見てわかるかなんとも言えないんですけど、あのこれ映像で伝わってるかわかんないんですけど、ちょっと白っぽくなってるんですよね。これ1週間ぐらいしか使ってないんですけど、これぐらい白くなっちゃいました。まあ使用してればまあしょうがないかなっていうふうに思うんですが、まあ結構その白くなるのがですね、個人的には許せなくて、あのもっと綺麗に使いたいなっていうところで、まあこのナイキのスポーツバンドだと全然こう汚れることが全くないので気持ちよく使ってますね。ここのケースはシュペゲンのものを未だに使ってるんですけど、まあ見てくれ的にはそんなにこう思ったよりもなんかこうこのアップルウォッチ本体がでかくなりすぎてはいないのかなっていうような印象があるので、まあシュピゲンのケースとナイキのスポーツバンドっていう形の組み合わせをしています。まあ個人的には全然気に入って使ってるので問題はないのかなと思うんですが、あとはですね、まあアップルウォッチを注文した時にナイキのスポーツバンドのサンドカラーですね、注文してて届いたんですが、かなり似合わなくてですね、個人的にも全然しっくりこなくて、結局そっちは使うことなく未だにこのブラックの方を使っています。それはですね、あの返品しようかなとも思ったんですが、時すでに遅しでですね、あのアップルって購入してから14日間だと無料でこう返品できる、返送を受け付けてくれるっていうサービスがあるんですけど、それにももう間に合うことができず、結局今全く使わずに箱の中にしまってる状態なんですけど、まあ結局このブラックのバンドを使っているっていうような状態ですね。はい、ということで今日はですね、アップルウォッチシリーズ5を1ヶ月使ってみたレビューをしてみました。まあアップルウォッチのシリーズ5だと5万円ぐらいするのでなかなか高い買い物にはなると思うんですが、もし試してみたいっていう方はアップルウォッチのシリーズ3だと大体2万円ぐらいで購入できるので、アップルウォッチシリーズ3を購入して試してみるのがいいのかなというふうに思います。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。